さて田原さん、はい、朝日新聞の調査によると、うん、鳩山内閣の支持率が 65%、 これはほぼ1ヶ月前の 71% から、まあ、やや下がったということなんですが、うん、いわゆる、まあ、ご祝儀相場が終わったということなんでしょうか。いや僕はね 65% ってのはねむしろよく持ってるなと。よく持っている、うん、あの出足としては非常に好調じゃないですか、うんうん、ということは、まあ、ひょっとしたらもっとガクッと下がることも、うん、やっぱり民主党もね、してましたか。僕はねちょっと打ち出しすぎというほどさ、いろいろ打ち出してじゃない、うん、その前原さんのね四波ダムにしても、うん、あるいは羽生空港にしても、あるいはあの仙石さんもね、はい、補正予算から削減削減と、うん、あの2兆5000億円は少ないと、もっとやると、もっと削減と、いろいろあの各大臣が言ってるからですよ、ね、郵政もあり、うん、金融もありという、はい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 、だから賑やかですよ、うん、はい、で僕はむしろねあのマスコミはだらしないと思ってるの。どういうところが新聞もね全部いろいろこう報道してるでしょ、全部発表報道なんだよ。あそのね自民党の時に発表報道っていうのはね、はい、発表報道いかなるものかと新聞もテレビも言ってたんだけど、今、ま、もう完全な発表報道だ、うん、こんなだらしなくていいのかって言いたい。マスコミが、政権は変わったんだけどマスコミはなんか変わってないぞと。いやいやだから政権変わって、もの珍しいから、あの新鮮なんじゃない、うん、で発表報道しかしてないぞという、はい、うん、そうです。じゃあその辺カツを、うん、田原さんから、はい、これはあの例えばね羽生空港の問題もね、はい、千葉県知事森田さんが反対しているというだけでしょ。はい、もう激怒したという。朝日新聞はどうなんだという意見ないじゃん。あ、なるほど、まあ、見解ですよね、うんうん、その、まあ、今羽生空港の話になったんですが、はい、前原誠司国土大臣、うん、国土交通大臣が羽田空港を24時間利用できるようにして、はい、国際線の離発着ももっと便利にしてと、いわゆるあの羽生空港を、うん、にしましょうという発言をしたんですね、はい。で、この羽生空港についてなんですが、田原さんも前あのドバイからちょうどお帰りになった時に、はい、日本にも必要だということをおっしゃってました。必要ですよ。羽生空港ないね、うん、経済のね一流国なんてないですよ。だって今ねあのヨーロッパとかね海外行くのにねわざわざ関空からね、韓国の仁川空港行ってこっから行くのは非常に多いわけよ。その方が便利だからですよね。便利、はるかに便利な、うん、でそれは滑走路も何本もあるしね、で当然24時間だしね、やっぱりその24時間ね、発着できるね国際便がね、そういう空港がないなんて国はね、これはやっぱりどう見たって二流国ですよ。まずその24時間発着なんですけれども、うん、なぜ成田はできないんですか。あんなとこ作るわけない。え、あんなとこだってそれはもうね東京湾ね、はい、作るべきなんですよ。羽田空港はもっと延長するとかね埋め立ててやるべきなんです。だから利権の構造ですよ完全に。ということは、あんな内陸にね、はい、わざわざって反対運動すごかったでしょ、うん、住民運動がすごくて、うん、それで取り決めでっていうことなんそうですね、ですよね、夜中できないのは、はいはい、うん、それから滑走路だって日本しかないんですよ、はい、今度今羽田は4本目の4本目、そうそう、でね、日本なんてね国際空港はないですよ、うん、僕はいつかロンドンからね帰ってきて、で成田空港でもう降りる準備をしたらね、今空港でなんか飛行機が事故があったと、でちょっと待ってください、で上をねもうあの10分か15分やって何度も旋回して待って、うん、そしてと、はい、実は成田空港には着陸できませんと、これからこの便は北海道の千歳空港行きます。北海道に行っちゃったんですか。それで千歳行っちゃったで、千歳でまた待たされて、やっと成田ですよ。みんなねだからたったね日本しかね滑走路ないようなそんな国際空港ないですよ、うん、で、すいません、そうなるとですね、私の思っていたのは羽田が狭いから、さっき利権の構造っておっしゃいましたけど、うん、羽田が狭いから成田に行ったと思っていたんですが、うん、それはまあいや政治の問題ですよ、うん、あの時の政治の問題ですよ。千葉に作りたかった、はい、ね、そこに利権があった。千葉県の政治家でね、うん、まあ、相当な力のある政治家がいた、うんうん、でそれもね千葉県でも転々としてるんだよ。やっぱりそれはねせっかく東京湾があるんだから、あ東京湾作りゃいいんですよ、うん、じゃあ田原さんは羽田を、まあ、活性化させてというのは、うん、これはね実は小泉内閣でもね羽田空港をあのオープンスカイという構想があってね、はい、
で、あのね、羽田をもっとこう大きくしてという構想があったの。そしたらやっぱり自民党内閣だからダメなのね。でこれあの、竹永さんが盛んに言ったんだけど、結局千葉県の反対がいろいろあってね、でできなかったの。政権変わるっていうのはそういう意味じゃいいね、やっぱりね。そうですね、うんうん、やっぱりその政策が柔軟になるといいますか、うんうん、まあいろんなことがあぶり出されるということなんでしょうか、うんうん、いいですね、うん、ただまあ今官僚がね必死になって抵抗していてね、あのまあ営業妨害になるから言いませんけど、いくつかのね大臣たちがあのつまり官僚の抵抗にあって自分の考え方変えちゃった大臣もいるわけね。あ、それはもうひよっちゃったというんでしょうか、あのひよるというより官僚ってやっぱりうまいからね、論理がね。あ、でも改めて言いますけども、うん、さっき日本の地方の方もあの中国経由でっておっしゃってましたけど、中国じゃない、韓国経由、ごめんなさい、韓国ですね、はいはい、で外国からの観光客の方もあのせっかく日本で観光したいと思っても、うん、例えば北海道、京都と、うん、一度成田に来て、割にね、今ね、あの北海道でオーストラリアの人が、いろんな観光やってんで、はい、スキーや何かが、うん、だからオーストラリアの人がね、日本にやってくるの たくさん、みんな成田空港で降りて、で羽田空港まで行って、それでね千歳空港行くんだよね。あ、成田からまた大変なんですよね。本当はね、ね、あの本当ならばね、成田から羽田までねモノレールで回ってもいいんだよね。そうですね、ないんだよこれ、うん、だからね、何やってんだって感じね、うん、この国は。あの本当にこれまでのその空港整備ですけども、数は増えていくんですけど、何かその根本が本当にこれ全部間違ってんの。あ、はい、例えばね、あの静岡空港とかね、はい、それから福島にもあります、福島にもあります、であの佐賀にもあっていろいろあるんだけど、ほとんど赤字ですよ。初めから赤字になること分かってんの。これね、大体県知事の見栄なんですよ。見栄、あ、空港が欲しい、うちにもあるぞと。いや、自分の時に作ったぞというね、なんかその歴史に名をとどめたいという。福島空港なんて1日何便ぐらい来るの。すみません、今はっきりと言えないんですが、3、4、本郷さん乗ったことないでしょ。あ、1回だけあります。どこ行くのに。大阪から帰ってきた時です。 あとはあの割と韓国の方が遊びに来たりはするらしいんですけども、うん、ね、はい、まあね、要するにあの地方空港の見直しね、実は今、JAL の問題あるでしょ、はい、日本航空が。これまた前原さんが指示奮陣、うん、頑張ってるで、はい、その、まああの要するに経営陣は一層になったね。いや、JAL の問題ってのは、一つは JAL の問題もあるの、ね、じゃあそのものの組織の、はい、だけどもう一つはね、あの例えば地方空港ができるとね、飛んでくれと、ある知事はね、半年でいいから来てくれとね、言うわけ。全日空の場合は初めから民間だからね、まあ、あの営業的にダメだと言え、うん、JAL はもともとね、その国が噛んでるもんだから、国土交通省が行ってやれよっていうわけ。もう赤字でもいいから、例えば半年だけでもとか、うんうん、しかもその空港に料金払うわけだからね、もう赤字ですよ。だこういうことをいっぱいやらされたから JAL がどうしようもなくなったっていうこともあるわけね。そういう苦しさもあったわけですね。じゃあもうそういう空港の見直し含めて、うんうん、そしてまた JAL の組織改善、はい、うん、体質改善ということが今起こってる。そうね、まあ、あのドバイから帰った時に言ったんだけど、ハブの港もないんですよ日本は。あ、船の、そうか、港の24時間、ね、あの荷物の積み下ろしができる港が日本にない。それはまたどうしてですか。もう住民はみんな、それならいろんな問題あるんだけどね、いろんな問題あるんだけど、ないんですよね。とにかくこれまでの、まあ、自民党にそういう発想がなかっ、まあ、あってもいろんな抵抗があってできなかった、うん、ということですか。抵抗があったから利権の構造もあるね。